どうも、菅大地です。瀬田遥です。本日は千葉県にあります、大千葉カントリークラブに来ております。はい。ということで、今日の企画の方、発表お願いします。はい。12月に新発売になる、ゼクシオの、12の方だ。12って言いかけましたね。まあ、間違ってないですけどね。ゼクシオ12の詩だということで、はい、今日は9ホール。こちらです。はい。ゼクシオ12。こんな感じです。はい、で、前回ですね、このゼクシオの新モデルの、はい、X、はいはい、その動画見ていただいた方はご存知かと思うんですが、簡単にさらっと瀬戸ちゃん、どんなテクノロジーになってますかという。リバウンドフレーム。正解。はい。よかったです、覚えておいて。リバウンドフレーム搭載ということで。はい、さっき言ってるからね、はい。こちら、アクティブウィング搭載のドライバー。はい、これは本当に革新的な、今までなかった、うん、まあ、構造形なんですけど、まあ、これによって、空力コントロールですね、はい、風の抵抗を減らしたり、芯に当たりやすいような、うん、こう軌道になったりで、当たりのブレをですね、防いでくれるという、はい、ということで、瀬戸ちゃんは、はい、ゼクシオ11で、瀬戸ちゃんに関してはね、来年の1月にレディース、うん、ゼクシオ12出ますので、はい、その時にね、ぜひ新しいクラブで回っていただこうと思っております、はい、早速じゃあ、はい、キューホールチャレンジ、はい、開始です。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、瀬戸ちゃん、このドライバー構えた感じ、見た目かっこいいです、うん、色合いとか、ちょっとまた X と全然違った色合いで。そうですね、シャフトの白が新鮮です。いやー、ちょっとスライスした感触ですけど、スライスあんましてない。右ラフ、まあ、だんだんちょっとこの調子を掴んでいきますので、はい、今完全にちょっと右ぶっ放したなっていう感じでしたけど、捕まると思うんで、結構真ん中で当たってるんですよね。振り遅れちゃいました、食後なんで。お願いします。頑張れ。あー、怖いな。さっきまでと急にちょっとお仕事変わったから、役割が割愛されないように頑張ろう、瀬戸ちゃん、はい、おっと、山登り登山ですね。あんなショットでもいい音するね。いい音しました。安定のソールの広さ、ヘッドはやっぱ大きくて安心感ありますよ。飛びそうでしょ。160ヤード9番で行くのか、ちょっと挑戦。何にも見えない。どこにいた、太陽と重なった今。おお、右、グリーン右側。うん、今回も私はアプローチウェッジ以下は使えない。こっちから取ります。P で行きます。ああ、曲がんない。ダボでした。ダボです。でも悪くないんじゃないですか。うん、ダボです。ヘッド見た目はもうこう王道というか安定というか、昔から変わらずにもう構えやすいですよね。ナイスです。うわ、完璧です。この音はやっぱりゼクシオならではというか、ゼクシオしか出せないですよね、この加減っていう気持ちいい音。オッケー、いいよ、耐えてる耐えてる、ナイスショー、耐えてる、フェアウェイナイスです。バランスを崩しながらもう一回あのフィニッシュを取り直したそう、おっと、ちょっと手でひねり上げた。あ、乗っちゃった。乗っちゃったね。違うところに乗っちゃったねはい、87ヤード。はい、今回はもうアプローチ使えませんので、ピッチングをもうアプローチにこの変形させて87。はい、ちょっと弱い。このワイドソールのおかげですごい飛んでた、うんうんうん、多分トン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 ツー。いやー、ちょっとやばい。もうだいぶ左出た。いかん、やばい
大好きですこれって瞬間にショートパット外れるって。いやちょっとカメラがちょっとプイって。12番ホール、はい、パー4385ヤードということで、ここはですねちょっと本当は刻んでいくようなホールなんですけど、ショートカットしちゃいます。木の上ドーンっていけば多分ねグリーン手前からドーンって。おー攻めましたねこれは。攻めましたねこれは。なってない。ちょ行ってみての。お楽しみということで。コース内にフックかけたいね。そんなコードがここは。そうね。おーあでもショートカット、ショートカット、ショートカット。いやすごい出てきた。結果的にあそこに刻んだらいいよねっていうところに行ったね。そうですね、うん、結果ほらゆっくり。いいよ、ウッド大丈夫、当たってるから、うん、うわ、ね、しょ。おいしょ。右だけどいい。右に落ちた。いいとこいいとこ、はい、ナイスナイス。いいとこに来てましたが、はい、思ったより右でしたね。うん、おいいライン、ちょっと右、ちょっと大きいかな。うん、ナイスです。ピッチングですからね、ちょっと、うん、こういう時はあんまり短く持ちすぎない方がいい。で、ハンドファーストにあんまり構えなくて、構えない、うん、もう真っ直ぐに構える。そう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 、それでうまい、うまい、いいじゃん。すげえ良さそう。ゼクシオの A の最大限のポテンシャルを出してたもん。はい、ボールとクラブと、うん、ナイスタッチ。ナイスタッチです。フックだね、ちょっとね。そうですね。気持ち下りの。気持ち下りの。お。完璧。うわ、ナイス。パーだ。パーだ。パー取れた。素晴らしいね。ありがとうございます。ライン読めました今。ね、素晴らしかった。13ホール、パー4の344ホール。え？完璧。完璧ですね。美しい。めちゃくちゃ気持ちいい。ゼクシオサウンド。キューンって感じ。もう一回。キューンって。なんだそれ。いやでも本当響く感じですよね。ね。うん。うお、ナイスショー。よし。当たった。夕暮れとの戦いや。そうそう、ちょっと別の企画の撮影をしてたんで、一気に暗くなったっていう。いいよ。いい当たり。おお。ナイス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 。え、でも本当にこのボールめっちゃいい。70ヤード。66。オッケー。あ、でも打ち上げ72。オッケー。あー、ギリ乗った。これが決まればパー取れるよ。取れる。いいよ。よし。ナイスナイスナイス。よしよし。ナイス。マジ。行くぞ。みんなが見てない感じが。飛んでけ。うわあ。右縁。パンチ入っちゃう。ナイスタッチ。はい。戻った戻った戻。いや、166。14番、166。パ、はい、3です。仕事してる。忘れない。ラインですよ。ちょっとダフてる？ラインはいい。おー、おーナイス。ナイスです。9番で行くね。わお。あ、今9番ですか？166ですよ。ダフったかなと思ったんだけど、うん、やっぱり優しいね、うん、優しい。刺さんない。100ヤード9番でいきます。はい、いい。めちゃくちゃいい音。めちゃくちゃいい音した。ナイスオン。ゼクシオサウンド。ゼクシオサウンド初めて聞きました、自分から。なんか自分から自分から
結構登ってます。フックラインです。登れ登れ、うわぁ、やばい。そうなる未来が見えたから。いやいや、戻ってるからね。アドバイスしたんだけどね。来るな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 。あー、待って、止まった。じゃあ先バーディーパットいきますか。いきます。お願いします。弱っ。ナイスパーです。あざす。ゼクションはいい、パターはダメ。ごめん、俺の影が邪魔だ。あ跳ねた。ナイス。はい、ダボ。355ヤードパー4です。はい、すごく眩しいです。西日。もうでしょー、右側からドローして耐えてるって感じ。おーっとっと、右に。あ、お、跳ねた。下がってきた。大丈夫そう。大丈夫です。大丈夫そう。大丈夫。ピンまで155ヤードですが、結構打ち上げてます。しかも左足下がり。4番ウッドでいきます。うわ、ナイスショー。完璧。入ったわ、ごめん。入るんじゃない。あ、入らない。あー、避けた避けた。うわ、ナイスナイス、ナイス。完璧。よし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 。105ヤードの打ち上げです。はい、豪華。いいライン。うん、ナイスです。いや、こんだけなんか刺さりそうで刺さんない、このソールが広いから。こう、なんかダーンって下からこう来て止まって、止まってちょうだい、止まってくれ。トップかもしれん。いや、トップです。あ、そうかもしれんじゃない。いいよいいよいいよ。こい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 。いやー、ナイス。拍手が湧き上がってます。ナイスパー。取れた。いや、多分ね、カメラで、多分動画で伝わってないですけど、今めちゃくちゃ急いでゴルフやってます。走ってる。伸びろ。うん、惜しい。いいペースになってきたよ、なんか。ああ、2個取れた。うん、いいよ、セスちゃん。よし。え、上手くなってる。いや、めっちゃ、めっちゃナイスだった、今。16番ホール、パー3、125ヤード、打ち下ろしホールです。どうぞ。109。直線109、結構打ち下ろしてます。アプローチだね。うん。左耐えて。おお、グリーンにはキャリーしましたが。さあ、今いい流れできてます、結構。いけいけ、ゴーゴーゴー。惜しい。足りない。カラーからですが、こういうね、逆目でちょっとパターでも難しそうだなと思うときはユーティリティアームロック。あ、ちょっと切れた。ちょっと切る。ナイスパッ。オッケーっす。ナイスパッ。2パットでパーよ。やっぱ UTT の方がいい。うん、パ、そう、パター持ってる。私はパターって。私はパター。そう。私はパター。強い。破壊的。破壊だったね。カモン。ちょっと弱い。オッケーオッケー。ナイスボギー。はい、17番ホール、はい、パー5、470ヤードです。はい、頑張ってください。わかりました。冷たいな。おー、フェアウェイ右サイドから戻ってこい。左バインって、左バインって。バイン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 。おー、ナイスショー。まっすぐ。セーフ。ちょっとゼクシオサウンドじゃなかったけどね。はい。おっと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 。おお、右ヒック。242ヤード。242。
5番ウッド。本日初の。夕日に輝いてかっこいいです。この色ちょっと変わりましたね。なんかよりなんか青、水色、スカイブルー、何あーちょっと左に、うん、ああ行ってる行ってる行ってます。行ってますね。グリーン横までスーパーつま先下がり。打った後にもうちょっとガーってもう自分がめっちゃチョロ出やすいからもうダフらせるつもりで言う。おおおお、ナイスナイスナイス。先っぽ当たった本気のどこ行ったっていう。どこ行った？あ76ヤードピンまで。さっきのパー3ぐらいか。 OK、 ナイスバンカーかわし。ナイスバンカーかわし。ナイスバンカーかわし。なんで3回言うんだよもう右行っちゃった、そこで。もうちょっとね、30センチ左打ち合ったから、うん、ここはパターじゃないですか。最初ガサガサっていくからその分ちょっとパンチ出る、はい、いいよ。いい。強すぎた。いや、ナイスタッチ。いや、全然ナイスタッチ。おっ、OK。 バーディーパーツ。ゼクション関係ない、ここおかげになるか、このパター次第。オッケー。でも何回打ったかな。3、4、5、6、7だね。ダボ。18番ホールパー5ファイナルホールです。ファイナルホールファイナルホールですね。あまり聞かない単語ですけど、ね、最終ホールです。はい、最終ホール。結構打ち上げてます。はい、短い、はい、ロングです。頑張ってください。はあ、完璧です。これ完璧ですね。完璧です。わあ、すごい気持ちいいもん。この音がもうちょっと病みつきになりそうですね。スピン。いやー、眩しい眩しい。 OK、 超えられた今日絶好調の4番ウッドでいきます。うおぉ、やっちゃった。恥ずかしい。もう一回、もう一回。うん、ナイス。オッケー、オッケー。オッケー、いい感じです。185ヤード。7番でいきます。はい。うわ、いい感じです。右からドローして、これ結構ピン刺してますよ。お、ゴー。ん？え、めっちゃ近い。イーグル？めっちゃ近い。イーグルあります？ちょっとビビった。いやー、ちょっとビビりすぎた、うん、過ぎました。決め打ち早いね。もうもう打とうとしてる。いいよ、いい、いいよ。ちょっとね、でもまあ悪くない、うん、ナイスナイスナイス。ちょっと大きかった。なんかあのベテランの雰囲気は出せた。アプローチだけなんかこう。お、なかなかいいとこに。これこれはイーグルチャンス。なんならちょっと戻ってるぐらい。おう、うん、いいよ。ああ、結構曲がる。はい、うん、ナイスナイス。ダボですかね。お、結構下ってるってことなのかな。ちゃんから、まあちょっとあるとしたらフックの傾斜がボールのとこだけ。ありがとうございます。最後に奇跡が起きましたね。ゼクシオ様様ですね、はい、奇跡ではないと思うよね、うん、そうね、なんかまぐれみたいな、うん、そういう意味で、そういう意味で。お疲れ様でした。お疲れ様でした。瀬戸ちゃんのなんかね、頑張ってるプレーが
見れてよかったなと、はい、私は、はい、このゼクション12で、うん、久々にイーグルおめでとうございます、はい、ありがとうございます。飛ぶだけじゃなくて当然ストロングロフトなんでね、うん、まあ、飛距離は出やすいんですけど上がってくれたんであれだけグリーンにもドーンと止まってくれる球が打てました、うん、どんなレベルでも実際問題やっぱり今のこう進化というのは、うん、ターゲットを実際まあ選ばないというか、うんうん、まあ、シャフトを変えれば本当にどのレベルでも適用できる。今回はね、ちょっと私が使ったのは柔らかいシャフトだったんで、まあ、それにちょっと合わせてね打ったんですけど、うん、少し体力がね、落ちたきた方、ヘッドスピードが少し下がってきたなっていう方でも、まあ、優しく触れて安定して飛んでくれる、うん、まあ、X の時にも言ったこのねアクティブウィングとリバウンドフレームのおかげで、はいはい、最後はイーグル取れましたということで綺麗に締まりました。はい、はい、瀬戸ちゃん、じゃあ最後に締めコメントお願いします。締めコメント、はい、でも本当に大地さんの今日初めて使って、うん、これだけ結果が出るっていうのは本当にクラブとの相性だけじゃなくて性能自体もすごいいいんだなっていうのを実感しましたし、というかあの普通に自分のクラブよりいいスコアで出ちゃったんじゃないかなみたいなね出ちゃったんじゃないかな、ワンダーでしたんで、うん、最後イーグルのおかげで、はい、来年はですね、うん、瀬戸ちゃんが持ってる今イレブンなんですけどね、これゼクシオ、女性のレディースモデルも発売されますので、はい、また来年ちょっと瀬戸ちゃんにはその時に、うん、打ってもらってラウンドして感想を聞かせていただきたいと思います、はい、まずはメンズのモデルが12月から順次発売されるということなので、はい、ぜひ、コースでね打ってみたいなという方はまず店頭で試して、はい、見ていただければと思います。皆様もぜひ、ね、相性ぴったりのクラブを見つけていただければと思います。はい、ということで、はい、最後までご視聴していただきありがとうございました。